得点圏の鬼、野間選手、もう、野間野間イエー。野間野間野間イエー。野間野間イエー。お疲れ様です。KT です。今日は4月の10日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。いや本当に皆さん良かったですね。これでカープは連敗の方は4でストップ、そして甲子園球場での連敗が11でストップと、いうことで、一つねこれはいいきっかけになる勝利になったんじゃないかなというふうに思います。はい、で昨日の動画でですね、もう初回先頭バッター野間選手がホームランを打って、もう一気に流れを変えていこうぜというようなことをね喋ったんですけども、まあその通りにはね、いかなかったんですけども、ツーベースで出塁してくれまして、菊池選手、小園選手が仕事をして、もう重苦しい雰囲気をね、一気に取っ払うことができて、まあ2回の攻撃につながったんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ昨日もねちょっと喋りました。あの本田圭佑選手がかつての、サッカー日本代表のゴールをね、ケチャップに例えて、出るときは出る、出ないときは出ない、出るときはドボッドボッドボッと、出ることもあるというふうにね、言ってたのをちょっと、使わせていただいたんですけども、はい、今日まさにねケチャップのような感じで1回2回、ドボドボッというふうに点を取ることができたんですけども、まあその後ねちょっと点取ることができなかったっていうのは、まあ反省材料ではあるというふうには思いますけども、まあ今日はねとにもかくにも勝利したということで、喜んで元気よく楽しく動画の方をね進めていきたいというふうに思います。はい、でまあ今日はね伊藤将司投手というのがね相手のピッチャーということで、本当にね今日も苦戦を予想しておりました。ひょっとしたらまた完封やられるんじゃないかというようなね恐怖もあった中でということで、まあこの難敵の伊藤投手から序盤でね6点か取ることができたっていうのが非常にね価値があるんじゃないかなというふうに思いますんでね、本当に今日の勝利は素晴らしいものだったというふうに思っております。はい、でまあ4試合連続だったかな、完封負けということで、0-1、0-4、0-1、0-1かな、はい、ということでね悔しい時期を過ごしましたけども、まあ終わってみればね、こんなもんかということで、まだまだね、順位の方もそんなねダントツで最下位走っているとか、そういう状況でもないですし、まあ明日勝てばね本当に3位タイとか、いうところまで可能性はあるということなんでね、はい、ということで、まあ、全然問題ありませんということで、借金も残り2つになっておりますんで、明日も勝利して1つまでね減らして東京ドームに乗り込んでいきたいなというふうに思っております。はい、というわけで本日もね試合の方を振り返っていきたいと思います。もう何はともあれ、はい、ということで、今日は攻撃から見ていきます。初回ですね、今年は長打出ております野間選手、いきなりツーベースで出塁ということで、まあ初球2球目かな、伊藤投手のピッチング見ておりますと、アウトコース低めにビタビタでねまっすぐ投げ込まれて、ちょっと厳しいかな今日もというような雰囲気出る中で、最後決めに行った球かな、スライダーか、カットボールか、変化球が、やや甘く入ってきて、ちょっとね泳がされてはいるんですけども、うまくヘッドを残しながらライト線に持っていってツーベースということで、野間さん素晴らしいねリードオフの活躍してくれております。はい、そして2番の菊池選手になりました。まあ、初回の送りバントはないというふうにね、新井監督断言しておりまして、特にノーアウトランナー1塁ではですね、実際に送りバントというのは行ってきておりませんけども、まあ、さすがにね、今の状況、それから2塁までね、ランナー行ったということで、1アウト3塁を作れば、限りなく得点のするね、チャンスが、大きくなるということで、送りバントの方を行いました。まあ、あれに関してはですね、まあ、ひょっとしたら菊池選手の個人の判断だったのかもしれないんですけども、まあ、本当にね、ワンアウト三塁を作ることができて、しっかり1球で送りバントする、決めてくれてね、非常に流れよく3番の小園選手に、回すことができました。はい、そして小園選手ですね、素晴らしいショートゴロ、もうあれはね、新井監督も絶賛しておりました。小園選手の成長ということで、まああれは本当にね、勇気と技術のショートゴロというふうに私は名付けさせていただきまして、もう二遊間がね、後ろに下がっておりましたんで、まあタイガースからしたらね、カープのこの無得点記録っていうのはあまり関係ないものなので、初回ね、1点、大量失点するよりは、二遊間を後ろに下げて大量失点を防ごうという作戦で、二遊間は後ろで、ファーストとサードは前に出るということなので、まあ、ピッチャーゴロ、ファーストゴロ、サードゴロ以外であれば、得点することができるというケースで、しっかりショートゴロをね、打ち切るということで、小園選手ね、本当に良かったというふうに思います。まあ、そこをね、ヒットを狙いたいところでもありますし、外野フライを打っときたいというところでもあるんですけども、ショートゴロ、セカンドゴロをね、打てば1点が入ると。
というところでね、まあショートゴロぐらい打てるだろうというふうに思うんですけど、結構難しいんですね。当てに行くようなバッティングしてしまうとピッチャーゴロで終わってしまう可能性もありますし、ちょっとねポイントがずれればサードゴロとかファーストゴロとか、そういう可能性もある中で、きっちりショートに取らせるね、ゴロということで37イニングぶりの得点ということを挙げることができましたんでね、まああれで本当にねカープのベンチの中も、ゴロッと変わったんじゃないかなというふうに思います。まあ昨日とその前かの試合なんかでは、ヒットすらね出ずになかなか得点するチャンスというのもなかったんですけども、その前ぐらいかな、10安打も放ちながら、得点することができずという試合もあったんで、やっぱりチャンスを作った時にね、しっかり1回目で、ね、得点することが非常に重要になってくるというところで、この小園選手のショートゴロというのは重要な一打になったんじゃないかなというふうに思います。で今日は5打数1安打かな、で、まあ、1本タイムリーも出ておりますし、ちょっとねヒット1本というのは物足りないところもあるんですけども、ショートゴロがもう今日の全てだったというふうに思っております。はい、でその後もですね、ランナー、は1点返してということで、ランナーもなくなってというところなんですけども、その後ね緩めずに堂林選手がしっかりヒットで出塁するというのは良かったかなというふうに思います。まあその後ね、スチールして、アウトになってしまったというところはあるんですけども、まあそこはね、2アウトでランナー1塁よりは2塁まで行けば、得点チャンスはね、また大きくなるということですし、まあ5番に秋山選手が入っているということで、秋山選手からね、スタートすれば、全然攻撃としてはね、問題ない流れになるのかなというところで、十分な、スタートだった、盗塁だったというふうに思います。まあかつてはね、2桁盗塁なんかも記録したりということで、足の速さが、めちゃくちゃ速いかと、言ったらそうではないんですけども、なんていうんですかね、盗塁の技術があるというのはね結構定評あったんで、まあ、そういう感じで走らせたとは思うんですけども、まああえなくねアウトとなってしまいましたけども、まあ次回以降ねしっかり、セーフになれるように堂林選手もねスタート、それから加速、スライディング全てにね置いて盗塁もこだわってやってほしいなというふうに思います。はい、で今日も甲子園球場での、応援だったんですけども、堂林選手がね、カウントが有利になった時かな、パラーパラーラーパラーラーラーってあれ、名古屋にあります名鉄のパノラマスーパーのなんかこう音みたいなイメージあったんですけども、あれは全国的な電車で使われてる音なんですかね、ちょっとその辺分かりませんけども、はい、サクッと次行きたいと思います。はい、そして2回はですね上本選手が出塁ということで、ゴールデングラブ賞の中野選手も及ばずということで、渋いところにポトッと落としました。はい、で相澤選手のところね、簡単に追い込まれてしまって、ゲッツーかなというようなね、ところがねちょっとプンプンと漂ってくるところではあったんですけども、まあ最後平行カウントまで持ってってエンドランをかけて、相澤選手もねしっかりバットを捉えて、レフト線に持っていきますというようなバッティングでした。まあ昨日からね本当に相澤選手、いいバッティングの方をしておりますけども、まあエンドランが決まって上本選手、ファーストから一気にホームインということで素晴らしい攻撃となりました。でここもですねサードランナーコーチの赤松コーチですよね、今赤松コーチ入ってると思うんですけども、素晴らしい判断だったと思います。まあ結構際どい、ところだったんですけども、先日のドラゴンズ戦かな、初期選手がランナー一塁にいて、まあその時はねエンドランかかってなかったんですけども、松山選手がレフト線に放って、壊れたメガホンが、グランド内に入ってしまって、細川選手ね、プレーしてというところがあって、ホームタッチアウトというプレーがあったんで、なかなかね、同じようなケースになって回しにくいところではあるんですけども、まあそこはね、勇気を持って、それから、上本選手に対する信頼があって、ぐるぐると、回してホームインすることができたということで、まあ相澤選手のバッティングも素晴らしい、上本選手の走塁も素晴らしい、そして、赤松コーチの判断も素晴らしいというプレーで2点目追加することができました。はい、そこでね、まあ攻撃としては終わるのかなという感じだったんですけども、おそらくアマゾンで購入した、バッティンググローブことバッチグロでですね、アドア投手が打席に立ちまして、バットを真っ二つに折りながら、この真っ二つもですね、横方向にバシッと折れるのではなく、縦方向に、バシッと、真っ二つに折りながら、センター返しをしてと、で、センターまではいかないんですけども、セカンドベースにぶち当てて、内野安打というのを獲得しました。
はい、そこで繋がったチャンスでですね、得点圏の鬼、野間選手、もう、野間野間イエー、野間野間野間イエー、野間野間イエー、野間、はい、これオープニングで使いますけども、はい、ということで野間選手がね、再び1打席目と同じように変化球うまくすくって、今度はツーベースではないんですけども、ライト前にうまく運ぶというあたりで野間選手の素晴らしいバッティングでした。もうリードオフと、それから、得点圏というのは野間選手に任しとけ。その代わり、ノーアウト1塁とか、ノーアウト2塁で、ちょっとね、頭を使って、バッティングをしなくちゃいけないケースは、なるべくやめておこうという野間選手がですね、しっかり仕事、ツーアウトでの、得点圏、しっかり返してくれました。はい、そしてその次、ここでも緩みません。菊池選手が二塁打を放って、5点目になるのかな、はい、というタイムリーになりました。打球音がすごかったですね。2球目になったんで、まだ応援の方がね始まる前で、菊池ぐらいでね、まだこう、なんていうんですかね、ボリュームが上がってくる前の段階で、バチコーンと芯で捉えたね、当たりが、甲子園をね、本当に、甲子園の球場の中で響き渡っておりましたけども、素晴らしい打球音で、高めのね、今日はストレートに対する反応というのが素晴らしかったね。その後の打席も確か、高めのストレートに対するね、反応がよく、ヒットの方を打っておりますんで、状態の方は上がってきているのかなというふうに思っております。はい、そして最後はですね、小園選手がレフト前に運ぶということで、もう打点は野球選手を救うということで、まあ1打席目ね、本当に本人の中では本意ではないかもしれないんですけども、ヒットではない打点、内野ゴロの間の1点ということで、めちゃくちゃ気持ちいいかといったらそういうとこではないんですけど、それでもね、やっぱり、チーム久しぶりの得点を挙げることができたという打席になりましたので、そこで気分を良くして、この次の打席ではしっかり、タイムリーヒットという形で、結果を残してくれました。小園選手ナイスバッティングです。はい、ちょっとね打率の方落ちてきておりますけども、まあここからねまた上げてくれるというふうに思いますんで、はい、皆さんがねここからまた状態上げてくれるのを楽しみに待ちたいなというふうに思っております。はい、ということでね、そんな中でと、そんな感じでですね、まあ他の反省点でやっぱりね、一つだけいきます。やっぱり追加点が奪えなかったことということで、特に、漆原投手の時かな、3イニング投げられまして、ほぼパーフェクト。3イニング目、5回の表の、2アウトから、堂林選手がセンター前でね、ヒットを放つというのが、まあギリギリやっとのとこということでね、まあその後も、タイガースのリレーですね、漆原投手から、浜地投手、それから島本投手、岡留投手というふうにつながっていきましたけども、そこから点を奪えなかったというところで、少しね終盤今日も嫌な、雰囲気になりましたんで、やっぱりね変わったピッチャーから1点でも、取っていくことができればね、相手も諦めムードになってくれる、球場も、タイガースファンからしたら、今日は難しいかな、カープファンからしたら今日はいけるぞという雰囲気になりますんでね、やっぱり変わったピッチャーからなんとか1点ね取っていただきたかったというのが、まあ唯一の、反省点ではあるんですけど、まあでもね、今日はもう勝ったからいいんです。もうそういう細かいところはね、チームの状態がいいときは、本当にダメを押すね、試合を決める一打というのも期待したいんですけども、今日はもう結果として勝ったからね、もう何でもいいんですということです。はい、で、まあ野手のね、成績見ていきますと、野間選手が2安打1打点、素晴らしい活躍。菊池選手、復活の猛打賞、3安打2打点。で、小園選手は1安打ではありますけども、2打点獲得しております。素晴らしい。で、堂林選手は打点の方はないんですけども、3安打猛打賞ということで、堂林選手打率結構いいんじゃないですかね。見ていきますと、3割5分5厘なんでね、ちょっと長打の方がね、少ないというのが物足りないところではあるんですけども、まあ、堂林選手、4番には入っているものの、ちょっとね、状態が悪くなればスタメンから落とされるという、やっぱりね、本人の危機感もあると思いますんで、まずはね、結果を出し続ける、残し続けるというところに舵を切って、今はね、ヒットの方を量産しております。で、もう少しね、定着して、メンタル的にも余裕が出てきたらホームラン出てくるかなというふうに思いますんで、もうしばらく皆さん、お待ちください。なので、堂林選手の、ホームランはですね、今シーズン初ホームランはですね、私が行きます。来週の週末、ジャイアンツ戦、マツダスタジアムでのジャイアンツ戦で堂林選手が、今シーズンの初ホームランを打つというふうに予言しておきます。まあ、東京ドームでね、ちょっと打っちゃう可能性もあるんですけども、はい。まあ、いずれにせよ、ジャイアンツ戦で堂林選手は今シーズン初ホームランを打つというふうに予言の方をしておきます。はい、で、5番の秋元選手ですね。今日はヒットの方はなかったんですけど、チャンスでね、回ってきたとき、浜地投手だったかな、あそこは。
島本投手だったかな、はい、ちょっと忘れましたけども、チャンスで回ってきたところ1本欲しかったんですけども、残念三振ということで、まあ、ただね守備の方では素晴らしいプレーがありました。昨日もね、レフトのファールフライで際どいところあって取ることをね取り切ることができなかったというところがあったんで、まあ本人ねおそらく悔しい思いしていたというところで、今日はしっかり取ってくれたということで素晴らしいプレーだったというふうに思います。守備で今日はね活躍してくれました。で上本選手は、まあ中野選手のね、本当に先っちょに落とすという一安打とプラスファーストから、ホームまでね走るという激走を見せてくれましたんで、素晴らしかったというふうに思います。はい、そして相澤選手は1安打1打点ということでね、まあその上本選手を返すエンドランでのバッティング1打点というのがありまして、さらには1ホーマーをね記録せずということで、累進の、次第ですということで、リプレイ検証なしに、覆る、もうどう見てもファールだったあたりをなぜかホームラン判定するということで、これはちょっとね相澤選手をからかってんのかというような判定でね、かわいそうなところありましたけどね、まあ怒りの見逃し三振ということで、相澤選手お疲れ様でした。はい、で田村選手ね、4打席回ってきて1本ヒットの方を打っているということで、まあこれをね田村選手は繰り返していけばいいのかなというふうに思っております。でその後最後の方で、ね、久保選手が代わりに入って、センターで野間選手がライトに回るというような守備のシフトがあったんですけども、まあ若いね田村選手を下ろして、ベテランの秋山選手はフル出場ということになりますので、ここをね、なんとか、秋山選手を休ませれるような、体制にしてほしいなというふうには思っております。まあ本人もねフル出場こだわってるかもしれないんですけども、去年のようなねことがありますと終盤の勝負どころでの離脱という可能性を考えると、やっぱりね春のうちからしっかり余裕を持って試合の方に出てってほしいなというふうに思っております。はい、そして今日はですね、昨日上がってきた宇草選手が代打ですよというのがありましてね、結構皆さん注目してみてというふうに思います。まあ最後はね、ちょっとボール球を振ってしまって空振り三振というところで残念な結果ではあったんですけども、しっかりね、初球からタイミング合わせて、バットを振っていてね、タイガースのバッテリーも、まあボールに外そうとしたのか3球勝負にいったのか、ちょっとそこは不明ですけども、じゃん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 ストライク取っていく中で、しっかりスイングをかけていって、でちょっとね捉えれそうな球もあったんですけど、その辺をね捉えきれずにファールにしてしまったというのが最後の三振につながったかなというふうには思うんですけども、しっかり自分のスイングできていたというふうに思いますんでね、まあ結果は三振ではあるんですけども、最後の球を振ってしまったことと、それからですねヒットにできそうな球も1球2球あったぞというところを反省してもらってね、次の打席生かしていただきたいと、まあどっかでねスタメンのチャンスを上げてもいいのかなというふうには思うんですけども、まあ右左にこだわるというところでいくと、左バッターがねすでに3人いるということになります。なかなかねスタメンのチャンスというのをもらえないかもしれないんですけども、スタメンのチャンスあったらその時はですねしっかり結果出していただいて、アピールしてほしいなというふうに思います。はい、で今日の打順なんですけども、まあ意外とね意外とと言いますか、しっかりハマったなというふうに思います。でまあ1番菊池選手、2番野間選手というのがまあ去年のスタイルだったんです。まあ今年に入ってはねこの野間選手、菊池選手というこの2人の並びの時はこの 1,2 番の並びだったんですけども、まあそこもね変にこう連敗中だからって言って無理やり形を変えて菊池選手1番にしなくてよかったなというところもありますし、あとは下位打線で行くと、上本選手を6番に入れたっていうのも結構ねミソになったのかなというようなところ、それから相澤選手を8番にせずに、田村選手を、その下にしてね8番にして7番に相澤選手を入れたというところもね、まあ、ズバッとはまったという感じはしますんでね、なんかこう相澤選手、まあ、状態はいいとはいえやっぱね8番ぐらいかな今の状態ではというような感じがする中で、やっぱり今の、昨日のヒットなんかを見てもね状態としてはいいという判断をして田村選手の前に置いたというこの判断というのは素晴らしかったんじゃないかなというふうに思っております。新井監督あっぱれです。はい、というわけでね攻撃陣の振り返りは以上となりまして、続きましてはねピッチャーのところもしっかり見ていきます。アドア投手2勝目おめでとうございます。2試合投げて2勝目ということで、これでハーラートップタイなんでね、今年はぜひ最多勝を目指して頑張っていきましょう。はい、で今日のピッチングはですね、決してナイスピッチング素晴らしいねというわけではないんですけども、まあ勝ち運といいますかね、今年のこのラッキーボーイ的な存在になるんじゃないかなと、チームの状態が悪い時にアドア投手がね投げれば勝ってくれるというようなね、連敗ストッパーラッキーボーイ的な存在になっていただきたいなというようなね今日はピッチングだったんじゃないかなというふうに思います。まあ数字的にいくと5回と3分の2を投げまして6安打2失点ということで、まあ森下投手のね森下投手じゃない森下選手の
ホームランはちょっともったいないとかってね、ツーアウトからだったんで、まあ、シングルヒットなら OK だよというようなケースのところでちょっと打たれてしまったというのは残念なんでね、まあ、6回のところの失点はね、まあ、しょうがないかなというふうに思います。でその後受けました、増田投手が、まあ、いろいろありましたけども無失点で切り抜けたということでね、まあ、あの増田投手にとってもね、チームが勝っている状況での登板ということでいい経験になったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これまではビハインドでの、ケースでの登板というのが結構ね、主な出場機会ではあったんですけども、まあ、あの点差も離れているということでの、登板だったとは思うんですけど、それでもね、やっぱり1点2点取られると嫌な雰囲気になるという中で、まあ、あのアドア投手が残したランナーも、返さずに、切り抜けてくれたというのは、まあ、いいピッチングになったというふうに思います。はい、そしてその後7回ですかね、を受けました堀江投手、また堀江投手ということでね、左森浦投手もう一枚 いますし、ここ最近はね非常に状態いいというふうに見ておりますけど、また堀江投手ということでね、なんかあるんですかねこれは。まあ今非常に何かをつかみかけているから、どん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 実戦で投げさせようというような意図なのかなというふうに自分は見ておりますけども、ちょっとね登板の方が多くなってきておりますんで、まあ逆にですね、まあ今日投げて明日はもうオフだよというふうにはっきりさせるために今日投げさせたのかもしれません。もう明日は左のところ森浦投手行くよというようなね、明確な意思表示を示すために、今日も堀江投手投げてね、明日仮に今日ね森浦投手行ってしまいますと、じゃあ明日、堀江投手の可能性もある、森浦投手の可能性もあるということになってね、ちょっとなんていうんですかね、微妙なところになってしまいますんで、もう明らかにもう明日堀江投手はオフ、森浦投手で行くと、左でね何かあったら、森浦投手が行くということをもう宣言したのかなというふうに思いますね。まあそういう意味であればいいのかなというふうに思います。でその堀江投手はですね、9番の代打から始まるちょっとね、嫌なところではあったんですが、6回の裏にタイガースが追い上げムードを見せて、さらに次の回代打から始まるオーバーター選手かな、はい、というところですね、代打ではないのかな、この、前の打席でそのままショートに入っていた小畑選手からの打席というところで、そしてね1番近本選手、中野選手につながっていくという打順で、ちょっとね嫌な流れかなというところですね、ここをしっかり三者凡退で抑えてくれたんでね、ラッキーセブンを抑えたというところで、まあ今日ねいろんな立役者いると思いますけども、私個人的なところでいくと、この堀江投手がもう影の表のと言ってもいいかな、本日の MVP か、本日の MVP かなというふうに思っております。はい、そしてその後を受けました2人、もう最高ですね、島内投手劇場開演、今日は3つのアウト全て三振で奪うも、フォアボール2つということで、まあ調子はね明らかに彼の本来の調子ではないというのは誰が見ても分かるところなんですけども、もうフォアボール2つね余分です。ホームランね一発食らって3点差にして、栗林投手に、セーブシチュエーションで、回そうというぐらいのね、なんか心に余裕を持って投げてくれればいいのかなという中で、フォアボール2つ出してしまってね、もう1個出しても2、そこからまたホームラン打たれても、2点差だからね、セーブシチュエーションで栗林投手に回したらいいんでしょうというような顔をしてね、マウンド降りてこればいい中でちょっとねこだわってしまってというところですね。はい、そして矢崎投手もまあ同様で、矢崎投手の中ではね、先頭のフォアボールというのは自分に課したもうルールということになっておりますので、当然のようにフォアボールを出します。はい、ということでね、ちょっとさらにもう一人、フォアボール出したというところもありますんで、栗林投手を休養させるためにこの島内投手、矢崎投手というふうに繋いだとは思うんですけども、ブルペンにいた栗林投手、しっかり休養できたかな、キャッチボール、まあ本当に強い、なんていうんですかね、準備というのはしてないと思うんですけども、キャッチボールしてね、これ以上崩れていったら、栗林投入するよというような準備といいますかね、心はね、しっかりですかね、試合に入れたままだというふうに思いますので、休養になっていればいいんですけどね。はい、ということで明日はね栗林投手に登板していただきましょう。はい、というわけでその明日なんですけども、予告先発が大瀬良投手対西勇輝投手ということになっております。まあなんかね今日の勝ちを見ておりますと明日もいけそうな気がするということで楽しみです。で大瀬良投手になんとかね6回2失点ぐらいでまとめていただいて、西投手から2点3点奪って後半のリリーフ陣での勝負に持ち込んでいきたいなというふうに思います。でタイガースは今日まあ勝ちパワー使っていないのかな、それにしてもねリリーフピッチャーたくさん使っておりますんでね、そういう意味では後半勝負に持っていけばカープの方に分があるのかなというふうに思いますんでね、まあなんとか大瀬良投手ね前半を2点1点2点ぐらいで切り抜けていただきたいというふうに思います。
はい、そしてね、明日勝ってカード勝ち越しして、借金の方をね、1というところまで迫っていきたいというふうに思います。で、冒頭も言いましたけども、3位タイまであり得るという日になりますんでね、一気に駆け上がっていきましょう、皆さん。はい、ということでね、記録的な連敗からですね、一気に、気持ちを上げてくれる勝利となりました。追加点がないとかね、本当にちょっと寂しいところではあったんですけども、まあ、今日はね、その辺は許してください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。カープの勝利、皆さん喜んでね、嬉しいよという方で、まだチャンネル登録済んでいない方はチャンネル登録していってください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も、ありがとうございました。まあ4連敗してね、ちょっと嫌な流れありましたけども、今日で全てが終わりましたということで、そんなの関係ねえ、やっちろやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。